はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。じゃあね、毎月恒例行事やっていこうと思います。まずは台湾版からいきましょう。星5までやるのにね、ちょっと台湾が時間かかっちゃってねもちろん弁財天狙いだね。これはランスロットも悪くないけど、弁財天で比べたらまだまだ需要は違う。行こう、まあ、できればね、近畿の適正なりなんなりが来てくれれば、それはそれで嬉しいんだ。ただね、やっぱり毎回言いますけど、限定が来たことは1回しかない。あー、シンドバットじゃん。これね、日本では持ってないんですよ。重心化すごい期待してます。シンドバットはちょっと嬉しいかも。シンドバットか、いいね。日本と台湾でね、もう結構ね、キャラがずれてきてるんで嬉しいです。じゃあ本枠行きます。まずはお試し徳玉ガチャが出るとは思ってないけど、徳玉ガチャで出てくれれば嬉しいのは、あの近畿1を楽にしてくれそうな、そうラミエル持ってるんですけど、16用にねセッティングしちゃってるんで。はい、喋るだけ無駄。さあ行きましょう。日本版はね、欲しいキャラは別に、まあ、ジャンヌかな。ジャンヌ持ってねえや。ジャンヌ狙い行きましょう。または未所持、日本だったら未所持でいい。むしろシンドバットをかぶってくれてもいい。台湾とね。しこい！うっそ。2体目だよ、俺。え、マジで？そんなことってある？いやー、前回動画にできなかったからすごい嬉しい。あ、動画にしたんだっけかな？マジで？え、多分日本でも少数じゃないですか。2体持ち。はい、モンダマリドラですね。と、モンダマリドラ。いや、マジか。出るもんだね。いや、どうすっかな。いや、次のキャラで2体引き換えるか。今回結局まだ引き返してないんで、今さ別にローゼンクロイツ使うかって言ったら、今のところ土適性ないんで、ローゼンクロイツの土適性来たら変えますけど、今変えずでいいこと思います。ちょっとこれは嬉しいぞ。すごいよね。我ながら。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。でも正直、ジャンヌの方が、いや、ジャンヌより絶対いいはずだ。はい。じゃあまたお願いします。バイバイ。